はい、こんにちは。札幌占い美容室相馬市の琴です。裏技スタイリング方法、なんかベタベタすんの嫌だなって、ジェルだとちょっとカッチカチに毛先前になっちゃうから嫌だなって、ワックスだとベタつくなと、朝起きても崩れてないのがいいなと、まあ究極のスタイリング方法が実はあるんですね。ほとんどやってないです、誰も。デューサーベール7っていうタイプのスーパーハードなんですけど、まあ僕はこれでやってるんですけど、スタイリング方法で結構長持ちするし、崩れないし、気にならない。例えば、マッサージのお仕事してる方とか、ずっと下向いて汗をかくとか、介護の仕事してる方とか、崩れたくないな、だけどスタイリングしてるっぽいのもちょっと嫌だなみたいな、まあワックスベタベタしちゃうし、まあワックスも崩れちゃいますからね。ジェルだとあの汗で、なんか垂れてきちゃうと嫌じゃないですか。ジェルってあの水に溶けやすいですから、こう結構垂れてきちゃうんですよ、夏場とか。汗かいても大丈夫みたいなスタイリング方法です。根元つけちゃいけないですよ、スプレー取れづらいですからね。スプレーはこの赤いところにつけないでください。ですから髪の毛があったとしたら、この中間のところにスプレーをつけるっていう方法です。それだけではないです。髪の毛濡れている状態でウェットです。ウェットの状態、これポイントです。セット時間もかかんないです。自然乾燥で大丈夫です。究極のスタイリング方法なのね。それで乾くと全然崩れません。汗かいても全然大丈夫、結構ナチュラルになる、束感も出る。スプレーはめっちゃ使えます。髪の毛洗います。洗って濡れている状態に髪の毛をこう引っ張ってですね、まあ長さによって皆さん違うと思うんですけど、この先っちょをあんまり遠くからやっちゃうと地肌とかにもついちゃうんで、このピンポイントでつけます。シューッと直接、例えばちょっと僕自分の頭でちょっとやっちゃいますけど、まあ今僕が濡れてるとして、今乾いちゃってますけど、濡れてるとした場合、もう直接ここにキュッてつけちゃいます。僕は今やった場所っていうのはここですね。毛先はつけないでください、束が出すぎちゃうんで。なので、あと根元もつけちゃダメです。中間に例えばこういう風に持ち上げて、ここでシューってこうやってもいいですし、で、あんまりつけすぎないように最初やってみてください。軽くつけるぐらいでやって、どれぐらいが適正な量なのかっていうのが分かってきます。その適正だなと思った量で使ってください。最初から一発目からうまくいくとは思わないでください。何回かやっていかないと自分の、まあ、好きな質感の量っていうのがあるので、ハードスプレーを買ったら遠くからじゃなくて、直接濡れた状態の髪の毛、タオルドライした状態のところにシュッシュッシュッ、実際にちょっと前にやってみます。こういう感じです。こういう状態に、あとここです、顔周りとか、これ根元ついてませんからね、中間だけですよ、ついてるの。こういうような感じで濡れてる状態の時にやります。それで、自然乾燥をしてみてください。まあ、自然乾燥できない方は軽くあのドライヤーかけてもいいんですけど、あんまりドライヤーでテクス入れてしまうと束感がなくなってしまうので、半乾きぐらいでやめといた方がいいと思います。ボリュームが出ちゃう、鉢が張っちゃう人とか、まあ、僕もそうなんですけど、鉢が張って四角くなっちゃうシルエットで、どうしてもここ潰したいとか、あのシルエットがうまく作れない人とかって、これでやるとすごくいいんですよ。ウェットの状態でこういう風にやっていくと、鉢のところもちゃんと潰れるし、固まってくれるん でジェルだとですね、やっぱりちょっと汗でなんかね、夏場とか嫌なんですよね、顔についてきたりとかして、なんかこうベタベタしちゃうのがすごい嫌で、荒れやすい人とか肌とか弱い人とかやめた方がいいですよね。何回かね、いっぺんにシューってやるってよりはシュッシュッシュッ、これもあの均等につけない方がいいです。ポイントとしてはまだらについてるぐらいがいいんですよね。均等に全部つけるよりもまだらにつけてるぐらいがいいです。で、1点、つける前に1回コーミングしといてください。濡れてる状態で前に1回コーミングしといて、コーミングした状態でやってください。それがベストですね。はい、で自然乾燥すればいいだけ。汗をかきやすい方、頭皮からの汗が気になる方、夏場ですね、夏気になる方とかはこのスタイリング方法でやるといいです。で、女性のショートの方とかも結構、まあ毛量が多い方とかね、広がってしまう方とかっていうのもこの方法を使えますので、例えばまあハードスプレーじゃなくてもうちょっと弱いやつでウェーブのスタイルとかで、女性の方とかもまあちょっと今回 話がちょっと変わっちゃいますけど、シューって濡れてる状態でスプレーかけることによって、それもね、スタイリングもできたりとかもするので、あの崩れないです、本当に。女性の方とか長い方とかだったら、この
ニゼルのスイングムーブベールっていうスプレーがあるんですけど、濡れてる時にもう本当にこのパーマ出したいポイントだけシューってこうつけちゃえば、あの長い時間持つんですよね。例えばまあちょっとボリュームで安い、鉢が張ってるとか、ちょっと潰したいなと思うポイントだけちょっとつけといて、あと毛先に軽くシュッと、あの女性の場合はもうポイントでシュッ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 ってつけるぐらいでいいです。あまりつけすぎるとあのすごいカチカチになっちゃうので、そういう方法もできますね。まあメンズの方はあのもうちょっと強いこういう硬いスーパーハードの方がいいんですけど、スーパーハードを全体にこう頭皮につけないでくださいね。で一回ちょっと騙されたとやってみてください。結構あのコツをつかんでいくと汗で崩れない、満員電車に夏乗っても崩れないようなスタイリングができます。汗が垂れてきても頭皮についてないんで気持ち悪くはないですよね。まあ長期でね、例えばキャンプに行くとか、長い時間外出るとかですね、スタイリングする時間がないと、ただ朝起きた時も変な髪型になりたくないなとかですね、まあ結構あると思うんですよ、キャンプの時とか。そういう時とかはもうこれをシュッてやっといて、やっとけば朝もちゃんとセットされてます、崩れないです。スプレーっていうのはその分最強なんですよね。っていうように長時間持たせたい、もうちょっと究極のスタイリング方法なんで、間違えないでほしいのはウエットの状態でつけるってことです。スプレーって本当は乾いたところにつけますけど、じゃなくてもうちょっと変化球の内容なんですが、濡れてる時に使うっていうことですね。これね結構面白いんで、皆さんやってみていただけたらいいかなと思います。まあこのようにですね、皆さんのためになる情報をお伝えしたいという一心で、まあこのチャンネルもね、ちょっと違った形でぶった切り企画っていうのをですね、また新しくこう最近やってるんですけれども、皆さんチャンネル登録してぜひ応援してください。皆さんのためになるやつを、なるべく、コアな情報をお伝えしていきたいなと思うんで、あと美容室の裏側の、これ言っちゃっていいのかなっていう情報とかもですね、言っちゃおうかなと思ってるんで、今までは美容師さん向けだったんですけれども、一般の人向けに、自宅で切れるカット方法とかですね、そういうのをちょっとどんどんアップしていきたいなと思うんですよね。やる気があるうちに僕もちょっと続けて動画アップしたいんで、モチベーション下がらないように皆さん応援してほしいです。ということで今日はそんな感じで終わりたいと思います。では皆さんバイバーイ。